どうも、上介です。横浜市内の京急線で散歩が楽しい駅をランキング形式で発表します。ランキングの条件として、過去このチャンネルで YouTube に上げたことのある散歩ルートからの選出、順位はアンケート形式ではなく私上介の独断と偏見によるものとします。順位付けはとても難しかったですが、あくまでもエンタメとしてお楽しみいただけたらなと思います。横浜市内にある京急の駅は逗子線の六浦、本線の鶴見市場から金沢八景までの合計24駅。どちらの駅がランクインするのでしょうか。ご一緒に散歩に出かけた気分でのんびりとご覧ください。それでは早速参りましょう。横浜散歩が楽しい駅ランキング京浜急行編、第7位、神岡駅。京急線全72駅の中、横浜駅、品川駅に続いて乗降人員第3位の神岡駅。横浜市営地下鉄は第7位と利用者がとても多いのが特徴。横浜市南部の副都心として発展が進んでいます。駅ビル、夢岡内、京急百貨店ウィング神岡をはじめ、神代、富士ショッピングセンター、三岡など商業施設も充実。買い物で困ることはまずないでしょう。駅前商業施設を歩くだけで十分に楽しめる街です。バスターミナルは横浜市南部最大規模を誇ります。横浜市営バス、かな中バス、江ノ電バス、京浜急行バスに加え高速バスの発着も。駅前を南北に走る鎌倉街道、街道沿いは割とフラットですが、東西には急な坂をいくつも見ることができます。さて本題の散歩コースですが、今回は神岡東口より黒船見物の丘を通り、倉木公園を巡り、再び神岡駅に戻るルートです。早速参りましょう。いきなり激坂のお出迎え。この角度、心が折れそうです。ちょっと一息、さらに進んで右手にはなんと富士山。嬉しいですね。気持ち車もしんどそうに見えるのは気のせいでしょうか。新興寺をさらに登っていきます。ずいぶんと登ってきましたね。ここら辺が頂上あたりですね。ここからちょっと下ったところに、さりげなく黒群見物の丘の立て看板、フェリー艦隊が7隻の編隊で横浜に来航したとあります。黒船を見ようと大変な人たかりができ、団子やお茶を売る者まで現れたと記されています。みなとみらい方面、ベイブリッジ、鶴見翼橋もはっきりと見ることができます。ここから急な下り坂を降りていきます。神岡小学校の向かいが倉木公園になります。早速園内を歩いていきましょう。こちらはキツツキの仲間コゲラ、小さくて可愛らしいですね。こちらはシロハラ。カメラ目線ありがとうございます。日向ぼっこ中の猫の足元にはどんぐりがいい感じ。アオサギは捕食に失敗、首を振って悔しがります。こちらは倉木公園のシンボルとも言える横浜市電1156号。なかなかいい写真が撮れました。公園の北側には倉木能舞台、落ち着いた雰囲気の日本庭園を楽しむことができます。写真を撮るのに夢中で足を滑らせました。びっちゃびちゃ。季節は真冬です。キンキンに冷えた水道水で足と靴を洗います。よし帰ろう。夕日に照らされた駅ビル、歩くたびに水の音を奏でる左足。ようやく駅に着いた頃は足も真っ赤っか。はい、第7位神岡駅、アップダウンを楽しめるコースです。チャレンジされてみてはいかがでしょうか。神岡のおすすめ情報がございましたら、コメント欄でぜひ教えてください。
横浜散歩が楽しい駅ランキング京浜急行編第6位杉田駅。京急線全72駅の中、乗降人員14位の杉田駅。駅直結プララ杉田、ラビスタ新杉田、ビーンズ新杉田と商業施設も充実。 JR 根岸線乗り換え新杉田駅は徒歩8分くらい。杉田新杉田間を結ぶプラムロード杉田は活気のある商店街となっています。おすすめする散歩コースは杉田臨海緑地、杉田川ふれあい散歩道、新杉田公園を巡るルートです。それでは早速行ってみましょう。駅前商店街を直進、国道16号を横断。交番前にはですね、ステージ的な何か、これは何でしょう。はい、歩道橋で磯子産業道路を渡ります。引き続き歩道橋で国道357号線を横断。頭上は首都高湾岸線ですね。後ろは新杉田駅東口になります。工業地帯が見えますね。商店街東側交差点を左折します。こちら横浜マリーナでは小型船舶などのライセンスを取ることができるようです。いよいよ到着。工業地帯に突如として現れる緑地公園。お隣マリーナの船がぎっしり。多目的エリアは広々爽快。海風がとても気持ちいいですね。公園内で見つけたマンホール、ポートオブ横浜、横浜港ですね。1859とあります。可愛らしいデザインですね。海沿いでは釣りも楽しめる穴場スポット、イワシ、アジ、サバ、コロシノ、ウミタナゴなどがよく釣れるようです。ちょっとした丘があるので登ってみましょう。この景色最高じゃないですか。ここからの夜景がとても美しいので夜もおすすめ。場所が場所なだけに意外と知られていない杉田エリアの隠れた癒しスポット。どこかゆったりとした時間の流れを感じる公園です。さあ次に参りましょう。杉田臨海緑地の目の前の道を357号方面へ。京急バス杉田営業所を通過。五道橋交差点を渡ると次の目的地。ひたすらまっすぐ伸びる杉田川ふれあい散歩道、直線が350メートルくらいかな、続いています。水量はそんなに多くないですね。よく見ると壁にびっしりと貝がくっついています。こんな感じ。魚を発見。ここは海水が流れ込むため満潮時は遊歩道まで水浸しになることもあるようです。水が多い時はクラゲがゆったりと泳いでいたりしてとても癒されます。春には桜も楽しむことができる杉田川ふれあい散歩道。ここは磯子区と金沢区のちょうど区境になっているんですね。次はすぐ近くの新杉田公園へ。最後は新杉田公園を歩いていきます。野球場、テニスコート、こちらは全部で4面あります。ドッグランもありますね。一番の魅力は開放的な芝生広場。はい、第6位杉田駅、フラットで歩きやすいコースを紹介しました。チャレンジされてみてはいかがでしょうか。杉田のおすすめ情報がございましたらぜひコメント欄で教えてください。横浜散歩が楽しい駅ランキング京浜急行編第5位京急富岡駅。京急線全72駅の中、乗降人員第30位の京急富岡駅。普通のみの停車駅となります。西口側は坂が非常に多く、ホームからは
急な坂道を登るバスの姿も。普段のお買い物なら駅前京急ストアで揃うのでとても便利ですね。駅前から国道16号に向かって商店街も。おすすめする散歩コースは富岡八幡宮、富岡並木、船だまり公園、富岡総合公園を巡るルートです。それでは早速参りましょう。駅前商店街を直進、国道16号を横断し左に進みます。富岡交番前の先に目的地の案内を発見。富岡八幡宮、案内に従って進んでいきます。このように案内板が次々と出てきますので迷わずに目的地へ向かうことができます。駅からは14分くらい。早速行ってみましょう。鎌倉幕府の鬼門除けとして祀られた神社です。鎌倉から見るとちょうど鬼門の位置にあるんですね。かつて八幡宮の山が大津波から富岡地区を守ったことから波除け八幡とも。散歩の際に寄らせていただいたことを報告、お参りし次なる目的地へ。富岡八幡公園の石畳の並木道を抜けると富岡並木船だまり公園。磯の香りのする広々とした公園。もともと入り江だった場所で海水の満ち引きで水位も変化。地元の方や野鳥にとっても憩いの場となっているようですね。一周950m とのんびり歩くのにちょうどいい距離。ショッピングモール内、お蕎麦屋さんで昼食、とても美味しかったです。穏やかな時の流れを感じさせてくれる船だまり公園を後にし、再び八幡公園を抜け富岡総合公園へ。園内は広い上にアップダウンが激しいので歩きがいがあります。運動施設はアーチェリー場、テニスコート、多目的運動広場があり、それらに向かって伸びるツツジ坂、アジサイ坂はかなりハードな上り坂。心が折れそうです。ちょっとした覚悟が必要。さらに登ると見晴らし台へ。公園にはもう一つ展望台があり、そちらは階段を登っていきます。北台、展望台、しんどかった分景色が美しく見えますね。その他にも梅林や池、せせらぎも水の音に癒されます。公園を見守る鳩は何やら首をかしげます。以前ここは横浜海軍空港隊の基地がありました。その名残の隊門は現在も残っています。国道16号に出ました。日も暮れてきたので帰ります。はい、第5位京急富岡駅アップダウンの楽しめるコースをご紹介しました。チャレンジされてみてはいかがでしょうか。京急富岡のおすすめ情報がありましたらぜひコメント欄で教えてください。横浜散歩が楽しい駅ランキング京浜急行編、第4位金沢文庫駅。京急線全72駅の中、京急川崎駅に次いで乗降人員5位の金沢文庫駅。車両基地があり京急線の中でも重要な駅と言えます。普通、急行、特急と全ての電車が停車。車両の増結がありラッシュ時にでも座れるメリットは大きなところ。駅前バスターミナルも各方面へ出ています。アピタやオーケードラッグストアなど商業施設も充実。どこか懐かしい雰囲気のスズラン通り商店街からは
美味しそうな香りが漂ってきます。おすすめ散歩コースは正明寺、金沢文庫、正明寺市民の森を巡るルートです。それでは早速行ってみましょう。金沢文庫東口より国道16号を横断、正明寺へ。駅から正明寺までは830メートル、12分程度の距離ですね。案内板が分かりやすく設置してあるので迷わずに向かえます。さっきもあったけど案内板があります。ここからは一本道、ひたすら直進していきます。緩やかな上り坂を進むこと数分、目的地に到着。金沢山正明寺、金沢北条氏一門の菩提寺です。菩提寺とは先祖代々のお墓のあるお寺のこと。鮮やかな赤門をくぐると一筋に伸びる桜並木、優しいピンクのトンネルを抜けると仁王門、高さ4メートルに及ぶ金剛力士像、関東一と呼ばれているようです。神奈川の橋100選に認定されている正明寺平橋反橋、阿字ヶ池に浮かぶ赤がとても美しいですね。歌川広重によって描かれた金沢八景の一つ正明の万象はこちらの鐘を指しています。はい、難しい話はこれくらいにして早速ですね、池を渡っていきましょう。早速渡っていきましょう。こちらは阿字ヶ池、池の中央には小さな島があります。こちらの池ではたくさんの生き物に出会いました。アオサギですね。色鮮やかな鯉たち、のんびりと泳ぐカメ、カワセミもいましたね。池のほとりで猫は日向ぼっこ。境内のトンネルを抜けると金沢文庫、北条実時が設立した国内に現存する最古の武家文庫、現在は歴史博物館としてさまざまな展示品を楽しむことができます。お時間がありましたら合わせて訪れてみてはいかがでしょうか。続いて正明寺市民の森をぐるりと一周します。観音通りは名の通り観音様がずらり。八角堂は柵がしてあり現在は入ることができません。八角堂広場からの眺めはこちら、八景島シーパラダイス、海の公園、野島などを眺めることができます。北条実時御廟、金沢文庫正明寺の創立者北条実時のお墓です。文武に優れた知識人であったと記されています。向かいの山をぐるっと一周してきました。みんな思い思いにレジャーシートを広げてご飯食べたり、ね、走り回ったりしてるお子さんもたくさんいますね。再び桜並木を抜け鈴蘭通り商店街で美味しい天丼をいただきました。ごちそうさまです。はい、第4位金沢文庫、歴史と自然を感じるコースを紹介しました。チャレンジされてみてはいかがでしょうか。金沢文庫のおすすめ情報がございましたらコメント欄で教えてください。横浜散歩が楽しい駅ランキング京浜急行編、第3位日の出町駅。京急線全72駅の中乗降人員23位の日の出町駅、駅前には京急ストアもあり便利ですがちょっと窮屈な印象の高架駅となっております。東に少し歩けば野毛、伊勢崎町、福富町などの繁華街で続き、飲み歩くのに困ることはないでしょう。おすすめする散歩コースは野毛山公園散策地区、野毛山動物園、野毛山公園展望地区を巡るルートです。それでは早速行ってみましょう。日の出町付近はいろいろあって街歩きも楽しめそうですね。美空ひばりさんの像も、駅前平戸桜木道路が走る日の出町交差点、
左に伸びる横浜根岸道路を直進していきます。穏やかな上り坂が続きます。野毛坂交差点を左に折れてちょっと行くと野毛山公園に到着。駅から5、6分といったところでしょうか。野毛山公園は散策地区、動物園、展望地区の3つに分かれ、順番に巡っていきたいと思います。日の出町から徒歩数分ですね。野毛山公園に到着しましたね。散策地区には中村定食碑、ラジオ塔、佐久間昭山顕彰碑などがあります。横浜中心部からも近いですが、身近な野鳥をゆったりと観察できるのも嬉しいところ。園内は高低差があるので歩きがいがあり、自然の中を楽しく散策できます。水の音も楽しめるのがいいですよね。日本庭園風の池がとてもいい雰囲気。散策エリアに寄った際は必ず訪れたいスポット。お次は動物園エリア。ご存知の方も多いと思いますが、入園料のかからない動物園。早速回っていく前に、微力ながらライオン募金、いつまでも続いてほしい、そんな願いを込めて、ここからはテンポを上げていきます。野毛山動物園に行ったら絶対に見たいのがレッサーパンダのいちごさん。左手で器用にリンゴを食べています。かわいいですね。インドライオンのラージャーさん、優しい瞳とおっとりとした表情がとても可愛くもかっこいい。大きなあくびをいただきました。月のワグマの三平さん、器用によじ登っていきます。こちらにお尻を向けてお昼寝です。爬虫類館へ、ゆっくり食事中かと思えば、こちらはちょっと頬張りすぎなんじゃないですかね。仲良し広場で喧嘩を始める茶色の鶏。白いのが先ほどから懸命に仲裁に入りますが、なかなかの白熱っぷり。一度は収まりましたが、第2ラウンドが始まりました。喧嘩の原因は何なんでしょうか。どうやら収まったようですね。白のおかげで喧嘩は無事終了。園内は自然に囲まれて、歩くだけでもとても楽しいです。展示されている横浜市電は実際に入ることもできて、子供はもちろん大人でも嬉しいところ。レトロなデザインがたまりません。出入り口にはお土産の買えるショップも。ここのソフトクリームはとても美味しいです。動物たちの薄皮まんじゅう、お土産を買いました。動物園を出て野毛山公園展望地区を歩いてみましょう。フェンスで覆われ、現在は耐震の問題で立ち入り禁止。ここは旧野毛山排水池、水を貯めておく施設ですね。現在は使われておりません。日本初の近代水道を作ったヘンリー・スペンサー・パーマーの碑がありますね。バスケットコートに健康遊具もあり、子供から大人まで楽しめそうですね。ここ芝生広場の下が新野毛山排水池になっています。展望台へ、2011年にリニューアルされたようですね。1階部はトイレになっています。エレベーターがあるので、階段が苦手な方も展望台に登ることができます。近くに中央図書館があるので、散歩の後に寄ってみるのも楽しいかもしれません。はい、見事第3位に入りました日の出町駅。野毛山を満喫するコースをご紹介しました。チャレンジされてみてはいかがでしょうか。日の出町のおすすめ情報がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。横浜散歩が楽しい駅ランキング京浜急行編第2位、グミオジ駅。京急線全72駅の中、乗降人員18位のグミオジ駅。駅名にもなっているお寺、グミオジは横浜最古のお寺と言われ、およそ1300年の歴史があります。京急地下鉄間を結ぶ観音通り商店街のアーケードは312メートルに及びます。
今回おすすめする散歩コースは観音通り商店街、大岡川、愚明寺、最後に愚明寺公園を巡るルートです。それでは早速参りましょう。駅から徒歩 2,3 分、愚明寺観音通り商店街の入り口を目指し坂を下っていきます。愚明寺は思わず写真を撮りたくなるスポットがいっぱい。京急線側のアーケード頭上には赤いライン、反対側横浜市営地下鉄ブルーライン側の入り口の頭上には青いラインがあり、商店街中央の観音橋で色が変わります。100を優に超える店舗が立ち並び、新しいお店はもちろん、どこか懐かしい雰囲気を楽しみながら歩くことができます。雨風を気にせず、時間帯によっては歩行者天国にもなるので安心です。美味しそうなお店もたくさんあるので、ついつい目移りしてしまいますね。商店街中央にある観音橋の下には大岡川が流れ、実際に川ほとりを歩くことができます。飛び石などがありますので十分ご注意ください。商店街で買い物をして川沿いに腰を下ろし、水の音を聞きながらいただくのも贅沢な時間の使い方ではないでしょうか。それではお寺を見ていきましょう。こちらの仁王門は江戸時代に再建、平成14年に改修工事が行われ現在に至ります。迫力のある金剛力士像、平成13年京浜急行電鉄設立100周年を記念し奉納された身代わり地蔵菩薩をはじめ、境内をゆっくり回ってもさほど時間はかからないでしょう。散歩の際に寄らせていただいたことを報告お参りし、次なる目的地へ。駅隣には南図書館、利用する方にはとても嬉しい環境ですね。図書館の脇の階段から愚明寺公園へ、駅から徒歩数分で緑のトンネルのお出迎え、ぐんぐん登っていきます。日陰になっているのでちょっと湿っぽい感じがしますね。はい、無事登りきりました。愚明寺公園に来たら訪れたいのが展望台、1階がトイレになっていますね。早速登ってみましょう。眺めはこんな感じ。ちょっとね、写真を撮っていきましょうか。一番大きいのがランドマークタワー、もう少し寄ります。観覧車のコスモクロックは地面に半分埋まっちゃってますね。海に架かる鶴見翼橋、ベイブリッジもここから眺めると街の一部に、住宅街を駆け抜ける京急線、角度を変えれば富士山も。展望台の隣にある広場は少し目線が下がり、迫力ある街並みを楽しめます。こちらでも写真撮っていきます。手前の三角頭が愚明寺本堂、そこから一直線に伸びるアーケードが分かりますでしょうか。拡大、上から商店街を眺めるのはなかなかないですよね。さらにもう一枚、はい、踏切脇の階段がすんごいことになっています。園内はアップダウンをしながら入り組んでいます。降りた先は遊具広場、さらに降りていくと線路の近くまで行けます。園内はいろんな角度から京急線を眺めることができ、電車好きの方にはたまらない公園ではないでしょうか。散歩をしながらお気に入りスポットを見つけるのもいいかもしれません。公園の出入り口も多いですね。こちらは神岡方面を見ることができます。右手に見える大きな建物が神大岡駅ビル、線路が駅ビルに向かって走ります。赤いのだったり青いのだったり、園内を大きく一周して図書館と反対側に出てきました。見事第2位に輝いた愚明寺駅、駅を中心にお寺、商店街、川に図書館、自然豊かな公園と展望台、私の好きなものをギュギュッと詰め込んだ何でもありの贅沢コースをご紹介しました。ぜひチャレンジしてみてください。愚明寺のおすすめ情報がございましたらコメント欄で教えてください。横浜散歩が楽しい駅ランキング京浜急行編第1位、金沢八景駅。京急線全72駅の中、
乗降寺院9位の金沢八景駅快特が停車、京急逗子線シーサイドラインの乗り換え駅となっております。2019年1月に新駅舎利用開始、同年3月にシーサイドライン金沢八景駅が利用開始となりました。とても綺麗な駅ですね。駅下はバスターミナルになっております。駅ビルウィングキッチンをはじめ5分ほど歩けばイオン金沢八景と商業施設も充実、文庫八景館に設けられた車両基地も近く、踏切ではずらりと並ぶ電車を間近に見ることができます。また駅裏手には金沢八景権現山公園があり、駅に入る電車、走り出す電車をのんびりと眺めることができます。園内にはかやぶきの建物があり、実際に中にも入れます。今回おすすめする散歩コースは瀬戸神社、琵琶島神社、枚方湾プロムナード、野島公園、そして海の公園を歩くルートです。それでは早速参りましょう。駅前国道16号を挟むように神社が向かい合います。こちらは瀬戸神社、1180年に源頼朝が伊豆三島明神を勧請したのが起源、向かいの琵琶島神社は源頼朝の妻北条政子が竹生島弁財天を勧請、海中に島を築いて創建したと伝えられています。良い眺めですよね。海に浮かぶ神社、八景に来た際はぜひ寄りたいところ。続いて金沢八景駅から優勝橋までのおよそ1キロまっすぐ伸びる枚方湾プロムナードを行きます。遊歩道が整備され海風を感じながら歩くことができます。すごいですね、海面すれすれ、海面すれすれですね。スズメたちのお昼ご飯、野島公園まであと少し。ここ室野基地区と野島は長年渡し船で行き来していました。渡し船が廃止された昭和19年に橋が架けられ、現存するこの優勝橋は4代目のようです。かっこいいデザインですね。橋を渡って数分、野島公園に到着。野島公園は見どころ満載ですが、特に見ていただきたいポイントを4つに絞りました。横浜唯一の自然海浜、延滞号、展望台、旧伊藤博文金沢別邸の4カ所、サクサクっと回っていきましょう。はい、まずは野島海岸、横浜市で唯一の自然海浜です。透明度も高く美しいですね。続いて延滞号、戦時中戦闘機を空襲から退避する目的で作られました。野島山を東西に切り抜く形になっており、長さは260メートル、幅20メートル、入り口の高さは7メートルとなっております。迫力ありますよね。中に入ってみたいけど危険なんでしょうね、立ち入り禁止です。こちらは東側、反対側の西側はこちらになります。お次は展望台、野島山を登ってきましたよ。海抜57メートル、美しいデザインですね。360度をぐるりと見渡せます。枚方湾や海の公園、八景島をはじめ富士山、丹沢、みなとみらい21地区や房総半島、観音崎方面をぐるりと楽しめます。この日は富士山もしっかりと見えました。横浜八景島シーパラダイス。最後はこちら、旧伊藤博文金沢別邸、初代内閣総理大臣を務めた伊藤博文により建てられ、2006年、横浜指定有形文化財に指定、老朽化のため2007年に一度解体、2009年に庭園と合わせて竣工復元されました。伊藤博文に関する資料や調度品などを展示しております。入館料は無料なので、ぜひ訪れてご自身の目で楽しんでみてください。野島エリアを離れて海の公園を目指します。頭上を走るシーサイドライン、野島公園駅を杉田方面へと進んでいけば海の公園へ到着。自販機がおしゃれで可愛らしいですね。
こちらの砂浜は先ほどの野島海岸とは違い、人工的に作られたものですが、横浜で唯一の海水浴場として親しまれています。春先は潮干狩りも人気ですよね。 1,2,3,4,5,6,7本、謎の柱、シャワーの立ち上げ管を保護していますね。面白いですね。時刻は2時20分、売店は閉まっていました。人がいたのね、別の場所にしようと思ったけど、なかなかいい感じですね。海の公園ってことでシーフードを選びました。スープ捨てるとこがなければ飲み干します。捨てる場所がないので飲みます。塩分ゲット。はい、ごちそうさまです。燃えるゴミ。はい、見事第1位に輝きました金沢八景駅、海と山を満喫するコースをご紹介しました。チャレンジされてみてはいかがでしょうか。金沢八景駅のおすすめ情報がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。長いお時間お付き合いありがとうございました。乗降人員のデータは泉岳寺駅を除いた72駅、2020年のデータを使用しています。今回のランキング、過去動画の中からの選出なので、地域に偏りがありますが、お楽しみいただけたでしょうか。概要欄に過去動画も貼ってあります。より詳しく散歩コースを見れると思いますので、ぜひそちらも覗いてみてください。簡単におさらいをします。7位、激坂攻略コース神岡駅。6位、フラットで歩きやすいコース杉田駅。5位、アップダウンを楽しむコース京急富岡駅。4位、歴史と自然を感じるコース金沢文庫駅。3位、野毛山を満喫するコース日の出町駅。2位、お寺、商店街、川に図書館、展望台の贅沢コース、グミオジ駅。1位、海と山を満喫するコース、金沢八景駅となります。散歩に出かけてみようかなと感じた方は、高評価よろしくお願いします。以上、ジョウスケでした。それでは。